宮島松大汽船。宮島松大汽船株式会社。宮島松大汽船は、広島電鉄グループのフェリー、旅客船会社。本社は、広島県2日市市宮島町。この項目では、松大汽船が運行する、宮島航路及び、広島電鉄の前身の広島ガス電機が直営していた、新宮島航路についても合わせて説明する。 広島県八日市市の宮島口三橋と、同市五福島の宮島三橋との間を運行する、航路を運営する。平行路線として、JR 西日本宮島フェリーの宮島連絡線がある。現在の会社の創業は、地元実業家、松本大二郎により、公私会社末代行運車として設立された1939年、昭和14年12月。 宮島松大海光船有限会社に会社組織を変更した1957年昭和32年4月を松大汽船の設立としている。社名のうち松大は創設者松本大二郎の生命の略であるが経営母体が変わった現代まで社名の一部として引き継がれている。1958年昭和33年3月16日に 広島電鉄の出資を受けて、広電グループの会社になった。翌月4月より貸し切りによる市内線、宮島線の直通運行を開始。翌年の1959年、昭和34年4月には、広電グループの広島観光開発が運行する、宮島ロープウェイが開業した。2004年、平成16年7月に株式会社組織に改装と、 同時に、現在の社名、宮島松大汽線株式会社に変更された。また、この航路は、宮島連絡線と共に、広島県道43号五福島公園線の一部を形成している。広島電鉄は、宮島松大汽線ができる以前に、前身の広島ガス電気時代に、宮島航路を運営していた。年、大正年月日から、 新宮島三橋、現在の西広島バイパス高架合流、地御前小学校、阿賓、東駅付近から、宮島三橋業の航路新宮島連絡線を運行していた。開業にあたり、三菱造船所、現在の三菱重工業で、第一宮島丸、第二宮島丸、第三宮島丸の三隻の汽船を建造した。新宮島三橋の近くには、片手岩があった。 船賃は15線で40分間隔で運行していた。汽船が開業した当日に、現在の広島電鉄宮島線は、地後前駅まで開業。濃い駅、現在の広電西広島駅から、地後前駅間が27線、地後前駅から、新宮島三橋までの連絡自動車代が9線だった。翌年の百二十六年、大正十五年七月には、新宮島駅まで、 宮島線は延伸された。1931年、昭和6年2月1日に、宮島線は、電車宮島駅、現在の広電宮、島口駅まで全通したが、同日に、宮島航路は、廃止になった。新宮島三橋は、路線廃止後もしばらくは、片手岩と一緒にそのままの状態で残され、地域の住民の遊び場になっていた。1973年、 昭和48年の西広島バイパス建設に伴い、共に姿を消している。旅客便は、定期便に関しては、宮島口桟橋、宮島桟橋間の航路を持ち、宮島口桟橋発は7時15分から20時30分まで、宮島桟橋発は7時から20時15分まで運行している。十分から十五分間隔で運行し、休縮などの多客時には、 臨時便を運行している。旅客便とは別に、カーフェリー便が別桟橋から並行運行され、主に第二宮島が担当する。カーフェリー運行終了後の夜間は、普通車までの車両に限り、旅客便での構想が可能となる。ただし、宅客時等には、昼間でも旅客便による普通車の構想が、ごく当たり前に行われている。詳細は、時刻表。 料金案内を参照。不定期便に関しても、五福島一周や、津々が、浦、広島港、江田島、呉港などを発着する、フェリー8区間、高速船8区間を設定している。詳細は観光プラン、宮島松台汽船を参照。運賃は、大人料金片道180円。子供料金は片道90円で、競合する JR の宮島連絡船と、 同額、JR 宮島連絡船の切符で、松田駅船には乗船できない。逆も同様、往復切符も発行しており、基本的に片道の売学だが、15人以上の往復の場合には、団体料金が適用され、割引になる。また、学生団体割引もある。JR 西日本宮島フェリーと異なり、精神障害割引もある。その他、 宮島航路と広島電鉄の路面電車、鉄道線を含む全線乗り放題の1日、乗車乗船券、1デートリップカードが発売されている。また以前は、宮島航路と広島電鉄の電車に加え、広島観光開発が運行する、宮島ロープウェイにも乗ることができる、宮島フリーパス、2デーズトリップカードも販売されていたが、2013年3月31日に、 販売終了している。1990年代にバスカードに対応。2011年3月末まで利用できた。2009年10月17日に IC カード方式の乗車カードであるパス P が対応。同日に宮島連絡線も対応。また、スイカ、パス p など共通利用できる10種も利用できる。 本土側の宮島口三橋と五福島、宮島の宮島三橋とを結ぶ宮島航路のみを運航する。以前は、宮島口三橋は大野町、宮島三橋は宮島町にあったが、2005年の市町村合併で、両方とも初0日市になった。2009年、平成21年の運送実績は1596,058人、船舶別。 宮島来場者数、二十日市市等所承2010年版より、で、宮島連絡船、JR 西日本宮島フェリーの176万5251人に、つく実績になっている。宮島来場者総数が346万4546人なので、約46%のシェアである。2001年からの実績は、年によっては、宮島連絡船を上回る年もあり。 約50%のシェアになる年もある。詳細は宮島三橋利用状況を確認のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。